常年司チャンネルニュースの虎川ガオー。はい、始まりました。皆様この動画面白い、興味深いと思ったらね、ぜひ高評価のボタン、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら共有ボタンで拡散の方よろしくお願いします。中国経済ガチカウントダウンということでね、まあ今日はね、その中でも利権に注目してね、まあ利権っていうのはまあいろいろありますよね。まあチャイナ経済自体がですね、利権の塊みたいなところなんですけど、まあその利権にね、群がった結果ですね、まあ最後はこうメルトダウンしていくみたいなね、まあオチですよ。今のこの不動産バブル崩壊ってまさにそれでしょう。まあそういうちょっと文脈でですね、まあ例のね、再生可能エネルギーのね、チャイナ企業ロゴ事件。まあ今ロゴ事件という形で賠償化されてますけれども、まああれね、背後にあったそのアジアスーパーグリッドですか、大電力構想みたいなの含めてですね、あんまりイケイケどんどんの話に乗るとね、痛い目合いますよっていうね、ところをちょっと行きたいんですよ。でね、まず結論的に言うとですね、今のまあチャイナの不動産が、まあその、答えを示してるんじゃないかなと。まあボロボロですよね。で、今日もね、ちょっといくつか新しいニュース入ってるんですけど、例えばですね、セモー集団ね、これ一昨年一回デフォルトしてる会社なんですけれども、新たな債務再編案を発表ということで、一回デフォルトしてね、ね、で、このままじゃ、もう、清算すんのか、ね、それともその、まあ、リスケして、もう一回返すのかってところで、リスケ案ですね、はい、リスケジュールして返しますって案が出たそうです。で、これによるとですね、117億ドル、相当のですね、米ドル建ての、オフシャー債全体、これを、まあ、再編するということです。で、まあ、実はこれね、一昨年デフォルト食らった金額全額ですね。はい。で、どうするかというとですね、まあ、もともとの約束の返す期日をですね、すいません、もう無理ですと、待ってくださいと。その代わりっていう、まあ、提案するんですよ。で、短期証券、長期証券、ゼロクーポン、ゼロクーポンの、強制転換社債、これらを組み合わせを通じた返済を含む4つの選択肢を、まあ、示したということです。まあ、おそらく短期証券はすごい金利高めですね。で、まあ、長期証券どうなんだろうな。まあ、それよりはちょっと安いのかな。あ、違う、短期証券金利安めなんだ、ごめんなさい。すぐ返す代わりに金利曲げてくださいなんだ。ごめんなさい。で、長期証券は、金利高めと。ね。あ、待ってもらう代わりに高めの金利つけますと。で、ゼロクーポンの強制転換社債ってのはおそらく、まあ、あれですね。金利つかないんだけど、社債なんで、転換社債ですから、いつでも株式に交換できますみたいなやつですかね。で、あとはまあこれをちょっと組み合わせたやつ、どのような配合かお客様お選びくださいみたいなやつで、まあ再編すると言ってるんですけど、まああれだけブイブイ言わせてた専門はですね、まあ今こんなことですね、まあ金詰まってると。まあ今これドル建て債ですけれども、現建て債でもおそらくそういうこと起こるんじゃないかなと。で、これにね、ブワーっていろんなのが群がってたわけですよね。まあチャイナの不動産会社に関しては、日本企業はね、そんなにここにはぶら下がってなかったとは思いますが、まあそれでもですよ、建設機械とかね、そういうのって結構日本から出てたんで、まあ小松さんとかね、商売上でまあかなり大きな打撃を受けてるかな、みたいなのも思いますし、で、こいつらね、極めて無責任でね、例えば碧桂園あるでしょ？碧桂園の会長ね、ヤン・ヒアンっていうね、まあ女性会長なんですけれども、この人ですね、なんとね、33億円もの巨額配当を受け取るということでですね、ちょっとブルームバーグで記事になってました。経営危機の中国デベロッパー、碧桂園、会長の富豪女性に多額の配当金ということで、碧桂園の系列のサービス会社があるんですね。これまあ管理会社だと思うんですけど、なんて名前だっけな。碧桂園含む高校有限講師っていうところらしいんですけど、ここからですね、なんとですよ、去年 85% も減益したこの会社がですね、特別配当を実施してですね、このヤンヒアン会長に33億円ぐらい、まあ1億6020万元と、さらにですね、一族の財団ね、はい、一族の財団にはですね、別途ですね、1億9800万元、まあこれも およそ35億円ぐらい、まあだから合計70億円ぐらいのですね、まあ特別配当するんですよ。で、理由はね、感謝の印って誰に感謝してんだみたいな。もうこれ本当あれ、チャイナ版セオル号ですよね。はい、経営者一族だけ金抜いて逃げちゃうみたいな。まあこういう無責任なことするわけですよね。でも碧桂園といえば、マレーシアにね、例のフォレストシティやって、マレーシアにも多大な迷惑かけたわけですよね。で、おそらくマレーシアの親中派は、あのプロジェクトやれるのに、いやーどうもどうもいらっしゃいませ、ヤン会長みたいな感じで、まあやってね、自分らは儲けようとしてやってたんですけど、まあ今このざまですよね。フォレストシティももうほら、ゴーストアイランドみたいな感じになりつつあるでしょ。で、あれ結構日本人も騙された人いるんですよね。ここに駅ができます、なんだろうって、イスカンダルプロジェクトってね、一時ね、日本の経営者の間で話題になりましたけど、あれど真ん中だったみたいですね、碧桂園が。あれ買っちゃった人今もう本当にもう、ニッチもサッチも行かなくなってると思うんですけど、僕も実はそれ誘われてたんですけど、行かなかったんですけどね。だからまあこういうのがあるんですよ。はい、欲書いてですね。まあ、権威主義国家とね、まあなんかちょっとうまい商売やって、ね、で、コンプラとかないからやりたい放題させ、えひひひゃはーとか言ってたら、ドーンみたいなね。
まあ、こういうことよくあるんです。なので、まあ、再生可能エネルギーの方もね、まあ、スーパーグリッドだかなんか知んないけど、あんまやりすぎるとね、あなた自身が損しますよっていうのが、こう、まず最初のメッセージですよね。もちろん、国家安全保障上、重大な問題だって論点は、まあ、当然あるとしてですね、ね、やってるあんたもさ、チャイナ調子いい時はいいけど、何にも約束守んねえからと、ね、こんな会長はだって金抜いて逃げちゃうような、ね、ところですから、ね。なんで、ちょっとこれ気をつけた方がいいんじゃないですかと。ね、さらにまあ、格付けもね、まあ、下がってるみたいな記事も出てますし、それからね、今ね、このね、不動産不況がですね、大手銀行のバランスシートに、波及しつつあるということでね、日本もかつてバブル崩壊の時そうでしたよね。最初は不動産バブルの崩壊ということで、不動産会社がボッコボコになったんですけど、その後それがですね、まあそういう会社に貸してた銀行のバランスシートに大穴開けてですね、最後不良債権問題としてですね、まあ金融機関の倒産というですね、最悪の事態を招いたんですが、チャイナも今そちらに移行しつつあると。まあ日本で言うとですね、96年ぐらいかな、95年から96年にかけて、重戦問題から不良債権問題へみたいなあたりを今やってるというところじゃないかと思います。で、これ今日の記事なんですけどね、ブルームバーグこういうふうに報じてます。中国の不動産危機、大手銀行に波及、不良債権がバランスシート損なうと。いうことで、チャイナのですね、まあ、交通銀行っていうね、まあ、大手の銀行あるんですけれども、ここはですね、なんと不良債権比率が 4.99% に上昇と、要注意先への、融資も増えていると、いうことなんですね。まあ、この不良債権の査定の基準自体はちょっと微妙なんですけど、本当にそうかどうかわかんないんですけど、まあ、これもね、だから、日本でね、かつてね、銀行に出せって言ったらなんかすごい甘い査定が出て、ダメだって言って、竹中さんがもう共通のこの基準でやれって感じで、ブワーってやって出させて、ね、吐き出して、ね、で、それで必要なところは公的資金入れてみたいな、まあこういうプロセスだったんですけど、まあチャイナはですね、まあ一応独自評価の、まあ基準で、今 5.5% ぐらいですかね、4.99% ですからね、まあそういうところが出てると。それから、チャイナのですね、商工銀行。これもですね、住宅ローンの不良債権がですね、9.6% 増えてると。不良債権比率も、高止まりしているというふうにこの記事は、報じてます。もうちょっと具体的に言うとですね、交通銀行の方はですね、不良債権が 4.99% と、前年の 2.8% から大幅上昇ですね。はい。さらにですね、用意注意先への融資は、23% 増えたと。2100億円ですね、日本円換算に増えたと。それから中国商工銀行。こちらはですね、住宅ローンの不良債権比率が 9.6% 増と、だいたい1割ぐらい増えたと。それから不動産セクターの不良債権比率は、5.37% に低下したものの、それでも全セクターで最高の水準であるということで。まあ、この基準も微妙なんですけど、本当にそうなのというところですが、まあ、こういう感じですね。まあ今ね、チャイナは、そのまあ、不動産でね、ってこう、ちゃんかちゃんかやって、まあ今結果これと。で、EV もね、ね、なんかジャンカジャンカやったけど、今 EV 急に頭打ちになってますよね。あれもだから、それに乗り遅れるなーって言った人みんなこう、その後こう引き波にさらわれるみたいな感じになってるわけでしょ。ね、だいたいまあこのパターンなんですよね。はい。で、こういう流れでですね、ぜひね、電力の方ね、まあアジアスーパーグリッドですか？できないと思うんですけどね。うん、物理的、今日山田義彦先生にも今日確認しましたけど、物理的にですね、送電線をね、まあ、地下ケーブルというか、海底ケーブルなんかで、繋いでも、送電ロスが多すぎて、チャイナで作った電気はほとんど日本には来ないので、まあ、大丈夫なんですけど、まあ、そういうぶち上げにね、まあ、なんていうんですか、こう、これできんじゃねえかみたいな感じで飛びついちゃう人ね、本当にこれ気をつけてほしいな、というふうに思います。で、問題のですね、大林美香さんの件なんですが、なんか河野太郎さんがね、いろいろ絡んでるんじゃないかということで言われていたんですけど、詳細がまあ明らかになりました。まあ昨日ですね、大林さんがまあ、辞任しまして、タスクフォースからね。で、河野さんの推薦でタスクフォースに入りましたと、大林はまあ言ってたと。一応産経新聞の記事によるとね、河野氏のもと内閣府において、中国政府から不当な影響を受けていなかったなど、の調査を行うというふうに聞いていると、まあいうふうに言ってね。まあまあ河野さん推薦に入って、まあ今回こういうことになったんだけど、河野さん調べるって言ってますからみたいな。まあまあこんなことを、まあおっしゃっているわけですけれども、昨日ですね、タスクフォースね、その大林さんが河野さん推薦に入りましたと。で、今日ですね、河野さんはそうです。まあ私が了承して入ったんですということを認めてるんですが、ただですね、もともとね、このタスクフォースに入る人選はですね、内閣府の担当部局がですね、人選して河野さんのとこ持ってったらしいんですよ。で、河野さんはそれを、まあ、多分ろくに調べもしないで、うんうんうんと、よし、オッケーって言って、
まあ、流しちゃったんでしょうね。だからまあやっぱ、セキュリティクリアランスないので、こういうことあるわけですよ。で、大臣も忙しいんで、一人一人その、ネットでこいつのプロフィール調べてなんて多分できないし、秘書にもそんなリソースないので、まあスルーしてしまったと。まあそんなんでいいのか、それはもうダメですよ。ダメに決まってるんですよ。で、これ、河野さんがその程度の、査定しかできないような今の仕組みもですね、問題ですね。ちゃんとだから、スタッフつけるとか、というか、セキュリティクリアランスだよね。クリアランス通った人で、構成しなければいけないんですよ、本来ね。で、それをまあ、内閣府の、誰がどう選んだか分かんない。どの部局でどの担当がどういう基準で選んだかっていうか、ディテールは一切この産経の記事に書いてないんですが、それでですね、もう持ってきて、ふんふんと言って了承したと。まあ、もともと学術会議とかもそういう感じだったんですけど、菅さんはね、かつてね、まあ、ご活動されてる方が結構いるんで、こいつはダメっつってね、任命拒否したでしょ。ああいうことだから河野さんもやるべきだったんですが、まあちょっとろくに調べもせずにやってしまったと、いうことなんですね。でまあ本人たちはですね、他国の影響下にあるとか、国の再エネルギー政策、エネルギー政策を歪めているとか言ったことは無縁だというふうにまあ言い張ってるんですけど、まあそれは本人はそう言うでしょうね。実際どうなのみたいなね、まあ感じなんですよね。で、一応ですね、このまあ自然エネルギー財団のね、大野理事はですね、中国の企業政府と金銭的資本的人的関係はないと、いうふうに言ってると。で、さらに政府からですね、関係について説明を求められており、誠実に対応したいと。まあ、今度さん調査するって言ってるんでね、おそらく政府側から調査入るでしょう。で、財団の政策提言は中国政府の意向を反映したものではなく、純粋に日本や世界の脱炭素化を目指したものだと強調。そうなの？エネルギーチャイナとだってさ、送電線つないでさ、向こうに依存したらこれ、向こうのね、経済安保の罠にもろ引っかかっちゃうじゃんとか思うんですけど、大丈夫なんかなと、いうことですね。で、さらにですね、まあ最近はね、この国際、送電網の議論は活発には行っていないと。ね、もうあれもう昔の話です。昔盛り上がったんですけど、今関係ないんですと。直ちに日本と中国、ましてやロシアと送電線を結ぶというのはほとんど実現の可能性はないと、いうふうに言ったそうですけど、まあそういう構想でね、まああの、孫正義さんみたいなね、方もはじめ、いろいろ盛り上がってたってことは事実でね。はい。で、その火につく前に、まあチャイナが景気悪くなって、おそらく自然に消えたか。なんかだったんでしょう。そんなに盛り上がってないところに今回ロゴ発覚して、てめえ何やってんだってことでもうこれで、まあ、くすぶってた日も完全消化かなとは思うんですけど、まあ、また忘れた頃にいろいろやってくるしね。で、やったらやったらですね、まあ、さっきご紹介しましたけど、チャイナのこの手のプロジェクト、大体利権絡みですから、向こうさんももうこれする気満々だし、ね。で、こけた時はもうこのざまですぜと。碧桂園の会長みたいな、まあ、ざまですぜ、ということなんで、まあ、そのね、リスクとリターン考えるとどうなんですか？で、今日まあ、意味軸もね、今日、日本ジャーナルでもね、まあ、山田芳彦さんなんかもお話ししてましたけど、まあ、経済の相互依存を強めるってことはね、かつてね、戦争を抑止するためのね、まあ、非常にこう、いい、ね、戦争を抑止するため非常にいいことなんだと言われていたんですが、どうもですね、最近その戦争のドメインっていうのがね、陸海空ね、それを超えて宇宙、サイバー、電磁波、さらにね、経済とか、ね、思想、さらに言うとですね、この認知領域ね、こういうところまで及んでいると。で、そういうので考えるとですね、まあ、経済っていうのがね、その、まあ、武器に使われてしまう恐れがあるわけですよ。エネルギーでこう依存を強めればね、強めるほど、その、武器としてね、経済が使われる恐れがあると。で、そういうのを考えるとですね、まあ、ちょっとこういう形でね、送電線を接続なんて構想自体をですね、まあ、構想をね、議論すること自体がですね、ちょっとこれセンスなさすぎたかなと。儲かれば何でもいいのか、みたいなね、まあ、話で。まあ、チャイナを利権にしてね、まあいろいろやるっていうのはまあデフレの時代はね流行ってましたよ。うん、だってチャイナで作ると何でも安いみたいなことあってね、日本国内ではもう円高で作れなかったわけでしょ。でもデフレが終わって、まあインフレになってですね、しかも原料もね、それからエネルギーもあんまり入ってこなくなってるっていうこういう時代にあってはですね、まあチャイナで安かろう悪かろういっぱい作って持ってくるみたいなちょっと厳しいのかなと。まあただ、安かろう悪かろう言ってね、向こうで作ってるし、向こうもだいぶ技術磨いていいもの作れるようになってきてはいるんですが、日本も本格的にですね、やっぱね、ものづくり巻き戻してね、まあこういうちょっと利権とかに踊るのもちょっとやめた方がいいんじゃないかな、みたいなね、そんな風に思いました。まあいずれにしてもですね、河野さんはちゃんと調べると、いうふうにおっしゃったんですから、どれぐらいちゃんと調べていただけるのかね、きっちりね、国民がね、監視の目を、向けておくことが大事かなと。まあ今回ですね、最初ね、産経が報じて、これだけで終わるかなと。ね、ロゴにはウイルス入ってないなんつって言い切ってた河野さんなんですけど、まあ最終的にはここまで追い込まれたと、いうことで、まあ良かったかなと。まあ河野さん本当ね、脇山にそこちゃんとしっかりした方がいいですよ。ね、そうじゃないとね、またいろいろね、言われちゃいますからね。はい、お気をつけいただきたいなと。
いうふうに思いました。ということで、今日の内容面白い興味深いと思った方、ぜひ高評価のボタン、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら共有ボタンで拡散の方をお願いします。最後にですね、私のことを特に応援したいという方、1000X ボタンとね、私がやってるオンラインサロン、八重洲イブニングラボの方にぜひ遊びに来てください。下に URL つけておきます。最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。ガオー。